JR 四国バス JR バス関東ドリーム号は国鉄バスが運行を開始し、現在は JR バスグループとその共同運行会社により夜間に運行される長距離高速バスの夜行便の名称であるが、本校ではそのうち JR バス関東と JR 四国バスの2社により運行される東京都市国地方を結ぶ路線について記述する。 2021年4月1日現在、以下の系統が運行されている。2019年12月5日からドリームアナン、徳島号は特定日運行となり、JR バス、関東便は徳島バスが運行を受託し、同社のエディン車両で運行されている。2020年3月1日までは、千葉県浦安市、東京都千代田区と愛媛県松山市を結ぶドリーム。 松山号が運行されていたが、同日限りをもって運行を休止した。休止直前は JR 四国バスの単独運行であった。また、同年7月31日までは、千葉県浦安市、東京都千代田区と香川県高松市、堺井出市、観音寺市を結ぶドリーム、高松号も運行されていたが、同日限りをもって運行を休止した。この他、 2021年3月31日まで、千葉県浦安市、東京都千代田区と徳島県徳島市、高知県高知市を結ぶドリーム高知、徳島号も運行されていたが、翌4月1日に廃止された。この他に、本港ではかつて運行されていたドリーム、高知号、ドリーム、徳島号、ドリーム高松、松山号、ドリーム徳島、高知号、ニュードリーム徳島、高松号、 ドリーム徳島高松号についても記述する。ドリーム高松号は1989年10月14日に東京駅高松駅間で運行を開始した。JR バス関東としては初めて四国に乗り入れた路線であり、四国旅客鉄道としては初の夜行路線で、なおかつ JR 四国バス原村最古の高速路線である。 当初は、瀬戸中央自動車道と境出駅を経由して、高松駅に向かっていた。四国高速バスとの関係は、高松発着の京阪神方面や四国内の系統とは対照的に競合関係になっている。ドリーム、松山号は1990年5月2日に、東京駅松山駅間で運行を開始した。 道路線は1997年4月に JR バス関東が運行を休止し JR 四国の単独運行となった。ドリーム・高知号は1991年5月1日に東京駅高知駅間で運行を開始した路線でドリーム号としては3番目の四国方面路線である。他の四国方面へ乗り入れるドリーム号と同様瀬戸大橋経由であった。現在の ドリーム高チ徳島号は JR バスの路線では最長距離であり、在京バス事業者が定期的に運行する路線でも最長距離である。ドリーム、松山号の旧止前は道路線が JR バス最長距離、萩エクスプレスに次いで3番目であった。1999年11月22日より、ドリーム、高松号とドリーム、松山号を統合し、 東京駅高松駅、松山駅間のドリーム高松、松山号として再出発。この際に再び JR バス関東が松山駅に乗り入れることとなった。2000年にはダブルデッカー車が導入され、JR 四国では初めてのダブルデッカー車となった。2001年12月には瀬戸中央自動車道経由から神戸淡路、鳴門自動車道経由に変更され、 現在の停車順となった。2006年4月からは東京ディズニーランド発着となっている。2013年3月11日にはドリーム高松松山号は香川県内の停車を廃止、再びドリーム松山号となった。この結果 JR バス関東の香川県への定期乗り入れは消滅した。一方、2001年7月1日よりドリーム 高知号は、明石海峡大橋経由になって、徳島県内の高速道路上のバスストップの、上板バスストップ、脇町バスストップ、三好バスストップに停車するようになり、初めて徳島県にもドリーム号が乗り入れることになった。2002年9月2日より、ドリーム、高知号は、徳島駅経由になった。2004年12月17日より、ニュードリーム徳島、高松号が、 新宿駅徳島駅、高松駅間で運行を開始。2005年11月1日より、ドリーム、高知号は高速のあると、松茂に停車するようになり、同年12月1日からは、愛称も、ドリーム徳島、高知号に変更された。同時に、ニュードリーム徳島、高松号は、東京駅発着に変更され、ドリーム徳島、高松号に変更されている。さらに、 2006年7月20日より、ドリーム徳島、高松号は、高松系統と徳島系統に、系統分割されることになった。この際に、高松系統の愛称が、ドリーム、高松号となり、丸亀駅発着になった。また、徳島系統は、ドリーム、徳島号を名乗り、徳島駅経由で、阿南駅発着になった。ドリーム徳島、高知号については、 徳島駅は経由せず、新たに、針間や橋と隣バスストップに停車することになった。この際に、愛称の変更は行われていなかったが、2007年4月20日、出発便より、愛称が、ドリーム、高知号に変更された。ドリーム、高松号は2020年7月31日の高松発、8月1日の東京発をもって、運行休止。 2021年4月1日には、ドリームコーチ、徳島号が廃止された。バスタ新宿については、発着枠の関係で、各便とも2号車以降は、乗り入れできず通過となる。東京ディズニーランド東京駅、バスタ新宿、池尻両橋、上り校車のみ高速なるど、松茂徳島駅小松島中川穴に駅、両社とも、独立三列シートの三菱ふそう、エアロキング、 三菱不走、エアロエースが使用される。長距離を走行することから、軽半身8着のバスと比べ車内設備のグレードが高く、JR 四国バスの車両は、プレミアムドリーム号のスーパーシートに近い装備のシートを持っている。さらに2008年7月12日からは、ドリーム高松、松山号、同年12月25日からは、ドリーム、高知号、 2009年7月1日からは、ドリーム、高松号、同年11月19日からは、ドリーム、徳島号の1階席を3席のみのプレミアムシートに、した車両が投入された。また、ドリーム、徳島号は2012年7月20日より、JR バス関東の単独運行となったが、その際1階は4列シート、2階の前方は、 プレミアムシートという専用車両が投入された。なお、2006年度に JR バス関東から JR 四国バスにリースされ、高松支店に配属、さらに同高地支店に転属した車両があり、図書車番は JR バス、関東時代のままで JR バス関東のロゴが消され、車体広報部に表示されている JR バス関東の文字が JR 四国バスに変更された。 主に、ドリーム徳島、高知号の続行便に使用されていた。その後は、徳島支店への転属を経て、現在は、JR バス関東に返却されている。2019年12月5日に運行を開始した、ドリームアナン、徳島号では、日のセレガも使用される。2007年4月1日から2008年3月31日まで、ドリーム高松、松山号、 ドリーム、高松号と小戸島急行フェリー高松、小戸島間の往復をセットにした、瀬戸内ストーリー東京、小戸島連絡切符を発売していたが、同年4月1日以降も2009年3月31日まで延長して発売している。ありがとうございます。